はい、こんにちは、ヘッピーです。ご視聴ありがとうございます。ということでね、ローソン6ピー、はい、映画のね、前売りチケットのレイズバックル、牙、来ました。いやー、これね、ほんと、まあ、映画のやつはね、毎回そうなんだけどね、そう、公開が終わってから本当に長い。で、引き換え券っていうのがなくて、今あれですよね、メールが来てから取りに行く感じ。はい、なのでね、そう、ちょっと時間がかかったんだけど、無事に、はい、到着しました。中は以上。で、こちらが、はい、牙のレイズバックル。そして、タオル。はい、タオルのデザインはというと、はい、牙のね、レイズバックルを使用したと思われる姿。はい、胸周りが牙ですよね。はい。で、こう来て、こっちの反対側。はい、反対側は、まあ、通常のね、はい、ブーストのフォーム。うん。で、反対側が牙ということで、こういうね、長いロングタオルが入ってました。で、こちらのレイズバック行きましょう。はい、デラックスキバットベルト。はい、トリセツ遊び方です。まあ、ちょっとね、記録残しで入れておきます。まあ、こちらはね、まあ、ブースターセットせずに単体で行こうかなと思ってます。はい。で、まあ、通常のやつと同じように押すと、ここにボタンが出てきて連動。ということで、ベルトと連動行きましょう。ガブッつっても変身音が始まっちゃうんだね。はい、マグナムシューター。はい、そんなわけでね、今回の動画は簡単ではありますけれども、はい、ローソンロッピーの、まあ、一番のお目当てがレイズバックルですね。まあ、映画マユリ券の、はい、特典でした。いや、これでレジェンド全部揃ったのかな。いや、長かったつってもね、もう番組ももうね、半分ぐらい来てんのかな。折り返し地点だと思うので、はい、次のライダーもまたこういうのあるのかな、レジェンド系。はい、まああったらあったら可能な限り追っかけていきたいんだけどね。まあでもバンダイ的にはまあこういうなんかね、まあここら辺の側だったり、まあこのなんだろうね、透明パーツは全部、まあ、新規造形っぽいんだけどね、うん、中のねモールドが入ってるし、レジェンド、本当レジェンドといってもね、まあ、劇中に登場するやつらもいれば、そのままね、記念品みたいな、コレクションアイテムみたいな感じで済ます場合もあるんですけれども、はい、どういう位置づけなんでしょうかね。はい、そんなわけでね、今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。